トルコ軍、トルコ軍、トルコ軍はヨーロッパ大陸とコアジアにまたがるトルコ共和国の軍隊。兵員数は約65万人で、兵員規模に関しては北大西洋条約機構、NATO 加盟国で第2位に位置する。最高指揮権は平時には大統領に属し、戦時には参謀総長に属すると憲法によって規定されている。 参謀総長の地位は事実上、陸軍の指定席である。独自の核戦力は保持していないが、2005年までは、アメリカ合衆国とニュークリアシェアリングを行い、核抑止を行っていた。また、キューバ危機の解決策として撤去されるまで、核弾頭を搭載した、アメリカの準中距離弾道ミサイル、MRBM、ジュピターがソ連に向けて配備されていた。国府。 アタチュルク以来の国税である、世俗主義原則などの体制の守護者を認じ、1960年、1980年の二度の軍事クーデターと2016年にも軍事クーデター未遂を起こすなど、政治色の強い軍隊として知られ、現在でも高い政治的発言力を持つ。第一次世界大戦でのオスマン帝国敗北後、ギリシャやアルメニア、フランスの侵攻。 占領軍と戦い、現在のトルコ共和国の確立と領土確保の原動力となったトルコ革命。第二次世界大戦では末期に日本に形式的な戦線布告をしたのみで中立を維持した。戦後はソ連の脅威に対抗するため米欧と協調して朝鮮戦争に派兵したほか、NATO に参加して南からソ連、東欧諸国、 ワルシャワ条約機構を牽制した。一方、同じナトー加盟国であるギリシャとの緊張は続き、キプロス紛争に介入。現在も北、キプロスに駐留している。トルコは、アナトリア半島南東部に、クルド人居住地域を含んでおり、独立を求めるクルディスタンド同社党、PKK の武力闘争に対する地圧作戦を、長年続けている。 PKK など反トルコ派のクルド人は国境をまたいで居住、活動しているほか、イラク内戦やシリア内戦を機に勢力を拡張したイスラム国アイスセルがトルコ本土でテロを起こすようになっている。このため親トルコ派勢力の支援も兼ねて、イラクとシリアへの派兵や越境空爆ーーをしばしば言っており、両国政府から主権、領土の侵害として抗議を受けている。 トルコ軍によるシリア侵攻。トルコは中近東有数の軍事力を有する上、経済発展により国民の自負心が高まっている。こうした背景により、中東、イスラム圏全体に影響力を及ぼそうとする、新オスマン主義と呼びうる外、安全保障政策を取りつつあると指摘されている。二0十六年には、オスマン帝国が一時支配下に置いていたペルシャ湾岸の カタールの軍事基地を利用する協定を結んだ。こうした動きの停留には、キプロス紛争で芽生えた NATO への不信があり、上海協力機構などの東諸国との関係をより、重視するユーラシア主義者の政治家や軍人が存在し、軍事装備は西側のものだけではなく、中華人民共和国の協力で、弾道ミサイルのや多連装ロケットシステムのを開発しており、 中国の地対空ミサイルである HQ-9 も購入するも後に撤回した。ロシア連邦からは、NATO と互換性のない地対空ミサイルの S-400 を導入した。また、従来は、アメリカ合衆国やイスラエルと言ってきた合同軍事演習を中国とも実施した。自立志向も強く、装備の国産化率を7割に高め、さらに、中東諸国やトルクメニスタン、 パキスタンなどに輸出もしている。無人機など装備の開発、改良にはシリアなどでの実戦経験が反映されている。トルコは良心的兵器拒否すら認めない完全な男性開閉制をとっており、体の障害などの理由がない限り、男性には15ヶ月間の兵役、大卒者は12ヶ月が課され、陸軍、海軍、空軍、沿岸警備隊のいずれかに配属される。 定期バスなどは、道端で、時々、軍の ID 検査があり、兵役を逃れている者がいれば、即刻そのまま認知に強制連行される。一旦、家にも帰れない。18歳から40歳までの男性で、ID カード保持者、国籍保持者の男性を対象に行われるが、学生の間は免除される。また、ジャンダルマは徴兵制を取っていない。 一般には20歳までに兵役に応じ、最下級の兵士としての訓練と任務に就くことになる。また、大学を卒業した者は、兵卒ではなく、予備将校としての訓練を受ける。兵役期間中の給与は、極めて安く、軍種、陛下、認知などにより異なるが、2004年時点を胸に、レレレレ零、トルコリラ、二十ントルコリラ程度である。これは、 トルコの物価においてタバコ8箱程度であり、そのため一般には兵役は無償とみなされている。これに対して職業軍人は有給軍人と呼ばれる。以前は大人量を払って兵役の期間を短くする制度があったが、貧富で差が出てきて問題になったため、現在は廃止されている。トルコ軍は統合参謀本部を頂点に陸軍、海軍、 空軍によって編成されている。また戦時においては、内務省所属のジャンダルマ、国家憲兵と沿岸警備隊がそれぞれ陸軍、海軍の指揮下に入ることとされている。アンカラの陸軍司令部の下以下の上級司令部が置かれている。さらにこれらの上級司令部の下以下の士団、旅団等の戦闘部隊等が配置されている。装備品はできる限り国産化しており、 現在、K2 をベースとした初の国産戦車となるアルタイを開発中。現在、イスラエルで開発されたサブライム K2 の回収パッケージにより、M60 を M60T に回収し、運用中。アンカラの海軍司令部の下、以下の上級司令部が置かれている。さらにこれらの上級司令部の下、以下の艦艇及び戦闘部隊等が配備されている。 過去に所属した官邸も含めた詳細は、トルコ海軍官邸一覧を参照。アンカラの空軍司令部のもと、以下の上級司令部が置かれている。さらにこれらの上級司令部のもと、以下の戦闘部隊等が配置されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。